根本道明明治治39年10月3日は、幕末、明治期の儒学者、漢学者、では国戦牧軍狩羽野村生まれ、藩抗名徳官教授、学長、東京帝国大学教授、帝国学士院会員、秋田県人として、初の博士号を授与された、弟子に、久木森高、高田連太郎がいる、号は羽学もしくは、県際、寺は史流。 通称は修介。駅教と論語には、特に通じ、明治23年根本義塾を開いた。根本道明は、文政5年で和国刈りの村に生まれた。藩校名徳館で学び、後教授する側となり、名徳館学長まで務める。武士としても、母親戦争において、総軍人馬武行として、軍校第一等賞となる。後上京し、その卓越した。 学問の力で、感学者としての地位を確立していく。明治6年に、宮内省御用係となる。明治19年には、明治天皇ご校所はじめにてご信仰という名誉ある、役目を果たした。私文学会教授、帝国大学文科大学講師、東京学士会員会員、東京帝国大学教授となり、明治32年には、秋田県で初めて博士号を授与されている。 明治39年、人造意識の試し去。明治28年に、帝国大学文科大学講師、翌29年には、文科大学教授になる。新認識に臨んで、道明は、東洋の官学は、自分と共に滅ぶ。お前たちは、私の目の黒いうちに包んで講義を聞けと挨拶、したと言われている。道明は、明治32年、 文学博士の学位を授与されている。これは、秋田県人として、初めての博士である。なおこの際、論文の提出を求められたが、事故の論文を評価できる者などいないと断っている。よって、東京帝国大学総長の推薦という特別な、形で学位が授与された。母の成果が、仙北郡六郷村の六郷熊野神社宮寺家であり、熊谷松院。 熊谷武吾郎兄弟はいとこにあたり、熊谷孝之助は老いである。また、同軍の千谷村出身の第二子、坂本李一郎は、根本の号、羽が国あやかり、東学と合した。ありがとうございます。